Songs of Tokyo。 Songs of Tokyo、 村上信五です。ホラン千秋です。 J-POP を世界に発信するこの番組、今日のゲストは YouTube 再生なんと1億回を達成した人気グループです。 This show brings you to the best of Japanese music scene. Our guest today is group with more than 100 million views on YouTube. Please welcome Wagashi Man, the 8 member group that uses traditional Japanese instrumentsはい、よろしくお願いします。 We are Wagashi Band. I'm Yuko Suzuhana. I'm a vocalist. Today is very special for us. I hope you enjoy our traditional sound. はい、ありがとうございます。そして、はい、ね、ワガキバンドの皆さんの後ろにはインターナショナルファンの皆さんがいらしていて、うん、もうニヤ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 嬉しさがこうちょっと抑えきれないという感じありますけれども、後ほどね詳しくお話を伺います。さあでは、はい、それではまずこちらをご覧ください。1分でわかるワガキバンドです。ワガキバンド made their major debut in 2014. Expert Chigen singerYuko Suzuhana brought the band together, which features guitar, bass, drums, as well as shakuhachi, koto, tsugaru jamisen, and taiko drums, all performed by professional musicians. Their one and only sound quickly made its way overseas. In 2016, their group toured the U.S. West Coast and performed in venues packed with local fans.The song that helped Wagashi Band break was Senbon Sakura. Created with the artificial vocal app Vocaloid Hatsune Miku, the music video went viral online and quickly became Vocaloid's flagship track. And when Wagashi Band covered the mega hit, the internet went crazy. Since, the music video has racked up more than 100 million views, and the group will perform it live tonight.専門だけ、はい、このカバーから、はい、やっぱりいろいろ景色変わってきましたか。そうです、あの日本の新しい文化として、うん、ボーカロイドっていうものがあって、はい、まあ、アニメとかもですけど世界の方々から注目されて、うん、新文化として取り入れられてたので、うん、伝統楽器がある和楽器バンドと、うん、まあ、洋楽器もいて、はい、私たちらしいところに、うん、さらにボーカロイドのカバーっていうところで、うん、歌っている機械的なものを、ね、ちょっと日本風な歌い方も入れてやったらいいねっていうところで、私たちが大好きな曲を選びまして、はい、思ってた以上にあの海外の方の反応がねすごく多くて、そこが一番予想以上に再生数も上がって、いまだになぜそんなに上がったかわからないです。そういうもんなんですかね、やっぱ当のご本人さんってね。なんか外国の方からすると、うん、その海外の人向けに多分日本のアーティストって、うん、日本伝統芸能風の演出ってあると思うんです、うん、はいはいはい、それはそれはもちろんいいと思うんですけど、うんうん、ガチの伝統芸能の経験者の方々っていうところが、うん、もう本気ですよね。そうですよ、うん、ではその唯一無二の音聞いていただきましょうか、うん、和楽器バンドの千本桜、和楽器と詩吟とロックの見事なアンサンブル、はい、ご注目ください。千本桜
し抜けて Don't say so 何のその少年少女戦国無双浮世の間に間に千本桜夜に紛れ君の声も届かないよここは宴茜の鬼その担当台を飛び降りて千本いいじゃないですかインパクト残して何かとうるさいからね情報量が多い顔動きもうるさいからねオランダかっこいいですよねよかったですなんかこう和楽器の、ね、軽やかさとそれを支えるロックのこう重厚感みたいなものが見事にマリアージュして、うんうん、これステージで生で見たらめちゃくちゃいいなってい う, もう音も気持ちがいいしねやっぱ感想のそれぞれのソロで、うん、最後ちゃんと神永さんに行くっていうところもねあの流れもそうですもんねオチみたいになっていやいやほんまさあここでですね、はい、和楽器バンドを作られた鈴花さんのプロフィールちょっとご紹介しようと思いま す, すごいですから、ね、そうなんです、うんまあ、幼い頃から詩吟という日本の古典芸能の歌と西洋の古典芸能クラシックピアノを同時に学ばれたということで、うん、私はクラシックピアノのが結構苦しくて嫌だった時に、はい、逃げてる時間が和に触れてる時間でしたね、うん、うわでもやっぱり音楽というものからは離れられなかったという詩吟で全国コンクールで優勝されてるんだ、はい、だからそれで結構知ってる方が少ないところで、はい、やり続けるよりじゃあ優勝できたからそれを持って外に出てった活動の方が意味がありそうって思って、うん、うわすごいなんかもうみんな覚えちゃってなんかみんなやってるよね、うん、楽屋でちょっと声出しとかそういうことではなくってあの遊びでってことですね遊びで我々で言う鼻歌感覚みたいなことをいやこれソロって聞かせていただいたりとかできますみんなが、揃えられる一節もしあったらおーやったことないだからみんながね楽屋で聴いてる感じこれ史上初じゃない史上初ですどこら辺だろうじゃあ冒頭だけあいいですか、はい、ぜひお願いいたします、はい、千里うぐいせ泣いて緑くれない初めてですね。俺も初めて振り出したみんなで歌う合吟っていうのがあって、はい、でも私はバンド内でもこうやって広がったんだなって今ちょっと感動しましたね草の根運動みたいなもんですからねいやでも本当に僕も尺八吹いてて本当に詩吟に触れたことがなかったんですよで、まあ、日本のその古典って言っても色々あるので、うん、楽譜通りに演奏するものもあるんですけれど、はい、詩吟は尺八が即興でやるんだよって教えてもらってじゃあ何をすればいいんだろうって聞くんですけど、いや何やってもいいんだよって言ってもらうんですけど絶対何でもいいわけじゃないんですよ最低限のルールはね音階は決まっているんですけれど、うん、その音階の中で、うん、でもあとはやっぱり歌を知っていた方がいいんでしょうね ここにきっと行くからあそうですね、次はここの音階に行くから、はい、だからこっちがこの音出してしまうとぶつかってしまうな、うん、みたいな感覚とかを、うん、いろんな詩吟を聞いてるとちょっとずつなんかこう分かってくるのかなみたいな馴染んでるものがもうあるんでしょうね皆さんの中にね、うん、これがやっぱ唯一無二の音を作り出してらっしゃるっていうね今ちょっとルーツを、ね、聞かせていただいた感じしますけれども音楽名まとめてらっしゃるのは町田さんが基本的にはもう基本的にはそうですね大変じゃないですかバランスは当然のことながらアルバム何枚か出すまではもうひたすら手探りで
ですね。当初の一番の苦労って何でしたか？ギターとベースって音量を上げてしまえばいくらでも食えちゃうんで、そうですね、そこをちょっと和楽器に譲ってみたいなことは過去にも多分そういうグループってあったと思うんですけど、我々のコンセプトはあくまでも対等に音をぶつけ合うっていうところで、それが綺麗に調和するっていうところだったので、そこの音響に関しての研究はかなりしましたね。和楽器とロックってナチュラルに合わせるってすごいまあ難しいと思うんですけど、うちらの場合はその弾くべきパートは弾く、なんか足し算よりも引き算の方が大事っていうのをよく言ってるんですけど、うわーすごいすっごいみんなの人柄個性が強いからみんなやっぱり見せたいって思うところは絶対あるわけじゃないですか。 そこがこのバンドメンバーのすごいところで、音とかはすごく、ここはこの人が立った方がかっこいいとか、まあ、お互いにこう見せ場っていうのを必ず作りながら助け合いなんですね、はい、ライブではドラム&和太鼓バトルがすごく好評です。あ、そこのね、はい、セッションも。Here's one of the drum and taiko battles that highlight Wagaki Band's live performances. リズムでバーンと出すと、うん、どこの世界行っても、やはりその楽しんでいただけるので、それそうだ、はい、それを本当もう体で音の厚みといいますか、打楽器の一発一発の、心に響くビートをこう感じて一緒にこう楽しんでもらえば大丈夫だと思います。バトルをした時に、うん、はい、それぞれの中では、うん、今日俺勝ったなっていうか、俺ちょっと負けたなみたい な、 そういう日ってあるんですか？なんか手応えは当然あるでしょ。今日の出来はどうだったとか。そうですね。でもなんかお客さんがどんだけ盛り上がるかがすごく重要なので、2人で一緒に盛り上げてるって感覚がすごく大きいかもしれない。そうバトルとい う、 もうパフォーマンスやから、はい、もうどっちが勝ったとかいうのはもう、はい、この和楽器バンドの中ではないんで。でもツアーの時に点数付き合ったりとかお客さんの声で、はい、そういうことだって三味線とかだって盛り上がるでしょ。三味線ソロとかってなると、うん、なんかこういうバンドでしかできないことができるんで、うん、すごく快感ですね、ソロの時とかは、うん、ねえ、はい、うん、こともそうですか。やっぱりことはですね、まあ、大体美味しいことやっても尺八がパーッと本当そうやめないでよ、抜けないでね、ちゃんと。いや、なんか私たち単音なんですよ、単音だから、なんか細かいフレーズとかわーってやってても全部シャーってこう消しちゃう、うん、確かに僕が16までずっと弾いてるところ、大さんが全音符でパーッと弾くと全然耳がいっちゃうので2しよるから、そうそうそう、いろいろもどかしさがね、皆さん。いやいや、音色は大変ですよね。これはことはもう考えることいっぱいあって大変なんですよ。そう、実はこんなにたくさんのポップスのキーで演奏する楽器ではないので、そりゃそうだ、結構その楽器の調整をライブ中にずっと並行しながらやってて、そうだそうだ、表現してるから、そう、それで結構頭がそっちに持ってかれてるのもありますね。わあ、そうか、だからアウトロ弾きながら次の次の曲のチューニング作ってて、そう、すごいのこと、ほんまにそら尺八に邪魔されたら腹立ちますよまあまあ、もう目立っていただいて目を引いてるチームです、面白いな、そういったところも、ね、注目していただきましょうか、はい、鈴花さん曲紹介お願いします、はいはい、それではお聴きください。和楽器バンドでイグナイト。流れる札 1,2,3,2,4,5,6,7,8,9,10 バッドとかそこをサポートに変え
するほど高まっていく。これは走り出し熱を帯びる。 Say what you mean to do。 もう帰らない keep on running。 もう熱すぎるマラソンしてたかな。意志はもうた一つの流れる渦だ。ラップも取り入れて、ね、いや忙しい曲ですね。でもこれ演奏すんの大変な一曲にいろんなチャレンジされてますよね。聴いてる方は楽しいけどこれやる方演奏するの大変ですよね。もうカロリーものすごく消費します。高いでしょこれ。そうでもやっぱり今回キーワードがそこで、この曲に関しては、うん、もう全員がもう全力の熱量を、うん、なるほど、なんだろう、オーバーヒートしない程度でぶつけ合うっていう、うん、ほうほう、もうギリギリのところで、はい、はい、それが上手にできた曲だと思います。なるほど、はい、さあでは、はい、インターナショナルファンの皆さんにも感想を聞いてみましょうか、うん、まずはオーストリアのマリアさんに。マリアさん、なんかちょっとなんか私はアニメ好きなので、そのアニメのなんか主題歌みたいな感じとか、うん、なんか本当になんかその和楽器をなんかロックと合わせるのはすごい難しくて、でなんかやってる人はまあいると思いますけど、でもそれをうまくできるのはとても難しいと思いますので、和楽器バンドは本当になんかと上手にやってるのですごい感動しました。うん、めっちゃ伝わってますよ。でもね、皆さんが嬉しいですね。ロシアからでした。リナさん、お願いします。和楽器バンドは何で知られたんですか、うん、ネットですか、やっぱ最初は。そうですね、最初はネットで、うん、私もともとコスプレーなので、うん、やっぱり一緒、うん、めっちゃ好きで、うん、衣装もやっぱりな、真似したい、誰の衣装真似したいなとか、コスプレイヤーとしては、うん、ボーカリストゆこさんと、うん、太鼓さんの衣装も好きです、うん、気になる。そう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 、ありがとうございます。かっこいいですよね、やっぱり、ね、かっこいいですよね。こういった衣装に身を包んでると、アニメの世界から出てきた人たちがパフォーマンスしてるって思うみたいなことも言ってくれたことも海外の公演であったので、やっぱり日本の誇れるそういった部分っていうのは、うん、やっぱりどんどんこう日本の強さとして一緒にこうなりながら盛り上げていけたらいいなって、ね、うん、相乗効果ですもんね、はい、本当に。さあ、はい、ネット方、続いてはですね、スウェーデンのヨハンナさん、お願いします。もともとやっぱりサウンドとしては与と和、うん、そして伝統とモダン、うん、それが全部含まれてるっていうのがすごい大切で特別だと思うんですし、うん、でなんかこれが外国人にすごい影響もあって、うん、もう
今まで多分モダンなところの日本しか見てないのを、やっぱり伝統のところも触れることもできるし、それもすごく大切でよくて、でやっぱり他のバンドより全然それができるっていうのが素晴らしいなと思います。もうスタッフとして入ってもらったら、すごい俯瞰で見てくれてるし、心ついたとか言うてくれるし、海外に行って公演した時に、もうサウンドとして日本語が美しいと言ってくれたことがあった、はい、だからその日本語の美しさっていうところを確かに詩吟でやってきたので、そこを大事にしながらも、英語とかも最近は取り入れながら、結構言葉を日本人のボーカリストが歌ったらどうなるかっていうことをすごく追求してたので、どう聞こえてるのかなっていうところでの言葉は非常にこれからの私にパワーをくれましたね。ねえ、エネルギーもらえますよね、こういった言葉は。Wagaki Band's performances has impressed international stars like Amy Lee of Evanescence. Evanescence is an American rock band that has won 2 Grammy Awards. This past February, Amy joined Wagaki Band on stage for a special performance.ロスのライブされてる時にご招待いただいて、実際見に行って直接お話しさせていただいて、でいつか一緒にやりたいねっていう話になって今回実現になったんですが、私自身もピアノ弾いてロックバンドで歌を歌うギタリストと一緒にこうやったりとかしてますけれども、エミリーさんとのちょっと共通点というか似てるところっていうのをお互いに感じて、でそこで彼女が和楽器バンドのサウンドを、ライブ映像を見てね、気に入ってくださって、そこで現実にこうなるのが思っていたよりも早いタイミングで、うわーほらもうトントン拍子じゃんこっからそうなのかね、どうすんのちょっとどうしますね思い切り聞かさったらいいんですよ、これが尺八やってさあまだまだ海外のね、チャレンジされると思いますけれど、今後の抱負というのはいかがでしょうか。とにかくそのやっぱりネットでこうしていろんな国の方が見てくれてますけれども、やっぱり実際の生の音でライブを体感していただくのが一番だと思っているので、はい、日本ってこういうものなんだよっていうところに興味を持ってもらうきっかけみたいな形で、世界に行きながら音楽をこう広げていきたいなと思います、ね、たくさんの方来ていただきたいですねこれは。さあそれでは最後の曲紹介をお願いします。はい、それではお聴きください。和楽器バンドでイザナ。花にも水にも山にも雲にも名前のない、その掟を守る命の番人。海にも虫にも人にも影にも名前のない、生まれ落ち今世に戯れて多元に染め上げてく。
にも星にも風にも色にも名前のない あれだけ個性の強い楽器がたくさん並んでる中でやっぱり一番ちょっと心に引っかかったのは音作る時に引き算するというね、普通はやっぱバンドって音の足し算だと思うんですけれども、そこをあえて弾くことによって、他のメンバー他のサウンドを立たせるという、これがまた和楽器バンドの唯一無二の魅力の一つじゃないかなと感じました。ぜひね皆さんライブでも、和楽器バンドの音を楽しんでいただきたいと思います。